クスソンは1ヶ月もの間ウィンドヘルムに戻ることができない。それまでの間修行していて身も心もボロボロになってしまった。ジャーピスの提案でマルカルスに来たクソソンであったが、果たして吉と出るか凶と出るか、珍道中をご覧ください。空気も綺麗だし、景色も最高だー。いっさ、バカンスー。鉄王様はバカですー。おいー、こらー、今バカって言っただろう？聞こえてたぞ。バカっていうのは、ソブンダルデでは最高の褒め言葉らしいです。かっこよそ。そうなんだ。ここはマルカルスだ、旅の人。リーチでどこよりも安全な街だ。旅の人、マルカルスは初めてか？忠告を聞け。何を見ても関わらないことだ。すべて衛兵が片付けるからな。買い物と飲み食いがしたいんだ。それならお前は歓迎される類の旅人だ。市場ならゲートのすぐ中にある。ちゃんと前を見て面倒は避ける。そうすれば揉めることはない。わかった、ありがとう。言い忘れてました、ここにゆうくんのチューチューネットワークのメンバーがいるらしいので、これからコンタクトを取ってください。せっかく観光地に来たのに後じゃダメなの？観光の方はいつでもできます。情報をつかむことが最優先です。美味しそうだな。塩と胡椒を振りかけて鉄板の上でじゅうじゅうと焼きたいです。また聞いてない。聞いてる聞いてる。ゆうくんの仲間探せばいいんだろう？そうです、その辺にいそうなんですが、ちょっと散策してみましょう。そうしよう。あれだけ大きなネズくんならすぐに見つかるだろう。あら、何か必要なものだ。はい、なんだ。なんだよ、声かけるだけかけといて。脳内だけにしといてください。本当にシュッシュってしちゃダメですよ。なんでこいつら勝手に話しかけてくるんだ。今の鉄王様はお金持ってるような顔してますからね。そうなの？そういえば最近顔見てないや。後で見てみよう。マルカルスには数百という数が配置されてると聞いたので、すぐに見つかると思ったんですが、いましたね。行ってみましょう。この建物いい感じだぞ。ああ、また聞いてない。ちょっと待っててね。この建物から出たら話聞くから。マルカルスはお前を歓迎する。こらー、たまげた。喋り方が幼女っぽかったな。おお、いい感じの店だな。何が売ってるのかお金ないけど見てみよう。こんにちは。トレジャーハウスはシルバーブラッド家の後援者だけのためにあるの。あなたの来る場所じゃないわね。なんだこの、いきなり上から見下ろされた感じは。後援者以外は相手にしてないの。話すだけ無駄ですよ。記録を整理しなきゃならないの。そうみたいだな。チューチューネットワークはどこに行ったんだ？待っててくれないのか。いるじゃないですか。ちゃんと見てくださいよ。相手にされなかったようだな。そりゃそうだ。いいからついてこい。歩きながら話そう。わかった。で、何か情報はあるのか？そう焦るな。お前の欲しがっている情報は、ボスであるルーさんのところに集まる。私が知るはずがあるまい。じゃあ、何の話があるんだ？いいからついてこい。なんでしょう、この肩透かしされた感じは。よう、どうだ、何か情報あるか？特に変わった情報はありません。引き続き、赤い兜を探すよう部下に伝えます。意外と、気が高いネズ君なんですね。まあな、こうやって。お前たちのために日夜を喫して情報を集めている。あと数日でスカイリムゼンドのチューチューネットワークの情報がルーさんに伝わるから、それまで時間を潰しててくれ。それじゃあな。あばよ。あのさ、今度
あの子私に紹介してくれないかな。タイプなんだよね。わかりました。なんとかします。よろしくな。そろそろ私たちは、マルカルスを離れる。引き続き情報を、集めてくれ。頼んだぞ。言われなくても、わかってる。ルーさんの頼みだからな。感謝しろや。哲夫様、このネズ君は、何か、態度がすごく大きいですね。まあ、ここのボスっぽい発言してるから、そんなもんだろう。こうして、クソソンは、昼夜を問わず、修行に明け暮れる日々が続いた。お、道を歩いてると、集落にたどり着いてしまった。ここを通らせてもらおう。不法侵入になるので、ちゃんと許可を取った方がいいですよ。すみません。ここを通りたいので通ら、おいおい、弓を構えてるぞ。こうなるかなぁとは思ってました、僕。これ、どうするよ。逃げるか、戦うかしかないんじゃないですか。逃げるか、戦うかと言われたら、もちろん逃げる。なんで走って逃げないんですか。相手を刺激しちゃったら、余計に興奮させるだけだろう。相手は、もう十分やる気みたいですが。ほらね、大丈夫。おいおい、追っかけてくるぞ。軽気満々ですね。畜生、しつこいなぁ。フォースボーンに向かってきなさいって言ってますよ。それは、やる気満々のフラグだろう。さっさと逃げましょう。そうしたいところだけれども、ちょっと気になる。フォースボーンのものは、必ず取り返してみせるとか言ってますが、はて、何のことでしょうね。ジャーピスが知らないのも無理はない。ガルマルが持っていた金色の兜はフォースウォーンに伝わる秘宝であり、その秘宝を譲ることでガルマルとフォースウォーンが提携を結んだのだ。おお、こっちに来ないぞ。私たちが勘違いしていただけなんじゃないだろうか。すみません。えへへへへ、さっきの道を通らせてほしいんですけど。えへへへへ、聞こえてますでしょうか。えへへへへ、すみません。パパッと通りますので、通らせてほしいんですが。無駄じゃないんですかね。フォースボーンとか言ってましたし。話せばわかってもらえるんだよ。なんだよ、燃えてるじゃねえかよ。熱い、地球の果てまで行ってる。逃げとけばよかったですよ。それに鉄の鎧を着てませんでしたからね。くそー、あいつら、ぶっ転がしてやんよ。おら、激おこぷんぷん丸だぞ。おい、てめえら。みんなまとめてぶっ転がしてやんよ。素分が出て、うんとを掘ってこい。女だからって容赦しねえぞ。オラオラ、どうした。ボディがガラ空きだぜ。素分が出て、ゴルムレイスとアヘアヘしてない。セリフだけ聞くと、どっちが悪党だかわかりませんね。私はただ、この道を、通りたかっただけなんだ。姉ちゃん、後悔は、素分が出てしてな。オラオラ、次はどいつだ。悪人が板についてきましたね。なんだ、痛い、氷が頭に突き刺さった。冷たい痛い。オラオラ、隠れてないで、出てこいや。今の鉄夫様は、玉石混交ですね。何それ、ラッスンこれらいくらい、意味がわからないっつってんだろ。そうい。拷問ちゃまと遊んできな。こんの野郎、こんの野郎、こんの野郎。オラオラ、待て、逃がしやしねえぞ。私のうまい棒をくらえ。なんとも、きちっとしか言いようがありませんね。ふん、なんとでも言え。私はただ、道を通りたかっただけなんだ。そう、道を通りたかっただけなんだ。クソソンが寂しさを感じた。人との意思の疎通がこんなにも難しいものかと。そして過去を思い出していた。あの戦いに勤しむ日々が懐かしくもあり、必ず元の世界へ戻ってみせると。あれから約束の1ヶ月が過ぎ、
情報が入っていることを願い、クソソンはウィンドヘルムに戻ることにした。終日馬に揺られて。おいおい、到着早々に人のぼやきを聞かされるとは。まったくですね。おい、リュウ君、情報は入ったか？ここだとまずい、場所を変えよう。了解。で、どうするんだ？俺様の背中に乗りな。また？時間がない、早くしろ。おいおい、だから用だろう。もうダメだ。ゲロ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 。こら、人の背中に吐くんじゃねえよ。まったくだらしのないやつだ。さあ、着いたぞ。ここは、墓場じゃないのか？お前が夜中に来ていればこんな場所を選ばなくても済んだんだ。昼間なら、ここが安心して話ができる。最低限の情報だけ与えてやる。ドーンスターにいるサイラス・ブエスイウスというやつが赤い兜を入手したと情報が入った。そいつの家のタンスの中にしまわれているそうだ。おお、ありがとう。さすがリュウ君。早速取りに行ってくるよ。いいってことよ。だが、油断するなよ。それから、玉ねぎに感謝しろよ。あいつがいなかったら、この情報は入手できなかったんだぞ。いいな。忘れるなよ。また玉ねぎか。門まで送ってやる。早く取りに行け。おいおい、だからね、酔っちゃうの。ふう、吐かれなくてよかったぜ。はは、気持ち悪かった。ゆうくん、ありがとう。と、お姉ちゃん、何かセクシーな気がする。先日からスカイリム全土の兵士の服装が変わったそうです。これは、私にどうしろと言うんだ。別にどうしろと言ってるわけじゃないと思いますが。たゆんたゆんしたぞ。そんなことより早く行きましょう。わかってるよ、ごっくん。パラダイス。どこがですか？いや、肌色の山あり、谷ありが、なんとも、へへへへ。俗に言う、土色なんですね。これはね、流線美と曲線美と、空気力学と、大自然から生まれた芸術品なんだよ。五本。なるほど、一理ありますね。とても滑らかなフォルムと、洗練された曲線は弾き出されたデータからも美しいという以外言葉が見つかりません。そうなんだよ。初めてジャーピスと意見があったな。こりゃー、たまりませぬなー。見よ、この、プリケツっぷり。一気にキャラが変わりましたね。わら。いかんいかん。いかんぞー。これでは、ヘルメットを、私は何もしてませんよ。いい天気ですね。へへへへ。ダンマーは、ニューグニシスコーナークラブというところでお酒を調達してるの。なぜ単に酒場って呼ばないのかしらね。それは、気取りたいお年頃なんじゃないんですかねー。へへへへ。何をデレデレしてるんですか。鼻の下伸びきってますよ、ビローン。君にはわからないようだな。私のような人物を、紳士と呼ぶダマラントです。あんまりやってると捕まりますよ。何をわけのわからないことを、言っているのだね君は。私は芸術鑑賞を、しているだけだよ。五本。テロ魔人と命名したいくらいです。わら。見よ、この谷間。見よ、この渓谷。この山と谷が自然を作り上げているのだよ。五本。それっぽいこと言ってるだけで、説得力のかけらもありませんね。あはははは、はここは、自然のパラダイスや。テスオ様、デビッドボーイみたいですね。逮捕しますよ。やめてー。またか。今回の珍道中はこれでおしまいです。次回配信までお待ちください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。